ここは、ドクターナバの研究所、隔離実験施設である。今日、ここで所長は、何かの実験をするらしいのです。はい、どうも。私が、七七の王、ナバドス。今日はね、ちょいとあれです。興味本位の実験をしたいと、思います。ということで、こんなところに来ちゃいました。ふふ。第4隔離実験施設。ここはね、とても外ではできないような、危ない実験をするときに使う施設なのです。さっき完成しました、あはは。なんやら、怪しいコマンドブロックがありますねー。ふっふっふ。今日やる実験はねー、大量に敵を出す実験なのです。ふっふっふ。このコマンドブロックの上に、一気に大量に敵モブを出すんです。そうするとねー、綺麗な模様になると思うんですよねー。楽しみですなー。それでは、行ってみましょう。最初は、クリーパーさん。おおお。ほら、綺麗でしょ。次は、スケルトンさん。うん。間違って落っこちた。おお。次は、ストレイさん。うん、次、ウィッチさん。あれ、なんで出ないの。なんでー、おかしいなー。なんで、あ、間違ってるじゃないの。まったくもう。おお。次は、お、スイッチ切らないと。危ない危ない。はい、次は、ビリジャーさん。うん。いいですねー。かっこいいですなー。はい、次。ラストは、悩んだ結果、この人たちにしました。はい、ラストを飾るのは、みんな大好きー、ゾンビ村人さん。野菜みたいですな。うん、なかなか綺麗ですねー。綺麗、いや、綺麗ではないかもです。あはは。にしてもうるさいですな。そしてやっぱり重い。ネギみたい。これはネギの束ですな。こっちは、お皿に入ったネギ。ネギの白いところですな。お皿がいい感じです。こっちは、お皿に入った、粘土みたい。粘土のネギですな。これは、エリンギみたい。
エリンギみたいなネギですな。これは、ネギっぽいですね。はい。かっこいいネギ。ネギ、かっこいい。これは、弾けたネギ。傷んだネギ。たくさんのネギができました。はい。この他のモブは、とても地味だったり、その場から逃げたり、全然ダメでした。皆様も、こういうオブジェを飾ってみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃ重くはなりますが、面白いと思いますぞ。でもねー、ちょっとでも触るとねー、大変なことになります。お触り禁止ですぞ。と、言いながら、ネギたちを触りまくる所長。あー、これはまずい。激重じゃないですか。脱出だ。早く逃げないと。こんなところにいたら、体がネギ臭くなるかもです。早く、早く出ないと、ちょっと、そこどきなさいよね。ほら、私は出たいの、もう。ふう、まったくひどい目に遭いましたな。しばらくの間、この施設は封鎖ですな。あ、恐ろし。とんでもないネギ地獄でした。現時点をもって、第4隔離実験施設は、ネギ凍結とします。恐ろしい。